アクセル・トゥーパンはフランスオーラン県ミュルーズ出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。2011年に地元のストラスブール IG でプロデビュー。年々アベレージを上げた後に2014年の NBA ドラフトにエントリーするも、どのチームからも指名を受けることができなかったトゥーパンだったが、同年夏の NBA サマーリーグに ダラス・マーベリックスの一員として参加。2014から15シーズンは、ストラスブール i g で自己最高の平均7.5得点を記録し、LNB のカップ戦に冠王も経験した。2015年夏の NBA サマーリーグで、トロントラプターズの一員として参加した、トゥーパンは、7月23日にラプターズとシーズンキャンプに関する契約を締結。 開幕ロースター入りを目指すも、開幕前に解雇。解雇後に、参加のラプターズ905に送られ、NBA 入りを目指すことになる。G リーグで、平均14.6得点5.6リバウンド3.6アシストを記録し、2016年3月3日に、デンバーナゲッツと10日間契約を結び、翌日のブルックリン・ネッツ戦で、念願の NBA デビュー。 二度目の10日間契約が終了した3月24日に正式に2年契約を締結した。しかし、10月15日に解雇された。その後、ラプターズ905に復帰。2017年2月23日に、ミルウォーキーバックスと10日間契約を結んだものの、二度目の契約は更新されず、ラプターズ905に復帰。4月8日にニューオーリンズペリカンズと契約した。 ありがとうございます。